じゃあちょっと話し始めますか。はい。はい。そうですね。アフターザレインが結成してから、7周年ということで、7年間、皆さんと共に、おお。音楽だったり、なんだったりを共有してきました。昨年の6月には僕が活動休止をしたせいで、アフターザレインの活動も止まってしまい、先日の1月の8日にアイスクリームコンプレックスを投稿して、アフターザレインの活動だけ今再開させていただいている、ところです。まふまふソロの活動はまだ全然見通しが立っていないんですが、アフターザレインとしては頑張っていこうねっていう話を、していた矢先ではあります。やばい、ちょっと緊張するわ。サナリさん、どうしよう。やばい。急に一人で話し出したから、やばいよ。頑張って。俺は応援してるよ。気楽なもんだな、本当に。今俺ツイッター見てる。見ます、見えます、皆さん。これがあれですよ。ユニット内に存在する上下関係というものです。明確な上下関係、先輩後輩の縦社会。いや、枠を取ってるのがね、まふまふだから、俺は、こう、進めることができないわけよ、ページをね。はい。なるほどね。わかりましたよ。ちょっと待って、本当に吐きそう。じゃあ、いきます。本日は、アフターザレインの方から2点ほど、お知らせがあります。2点。はい。すごいことですよ。普通は1点ですよ。1点はやや軽めのもの、2点目は重たく悲しいお知らせということで、まず1点目の、楽しく、一緒にすんなよ、重たく悲しいお知らせと。1点目は楽しいお知らせ、発表し2ます点ね。目悲しいお知らせね。悪い方からしてくれよ。いや、楽しい方からしましょう。はい。うん。アフターザレイン重大発表ということで。最初の見たら帰った方がいいな。いや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 。アフはい、ターザレ重イン大発表。初のライブ DVD& ブルーレイが発売します。パチ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 。こちらはですね、アフターザレインのオンラインライブ、2021年にやった、5周年記念のオンラインライブの DVD ブルーレイが発売します。それが3月31日にリリースということで、なんと激安価格で、出すんですけれども、はい、バグってます、価格。ちょっとこうバカみたいに安くて、本当に売れないと大変なことになるんだけど、理由としてはですね、オンラインライブの価格が安かったんですよね、すごく。オンラインライブのチケットはね、比較的安めで、これ本当に価格バグってて、みんな分かってると思うけど、本当にバグってて、普段この値段では絶対出せないです。なので、これデフォルトだと思われちゃうとやばいので、俺たちもだし、俺たち以外にも DVD とか出してる人がこの値段で出せるわけがなくて、オンラインライブでやらせてもらって、そこでね、一度チケットなど売らせていただいて、利益がある程度出させていただいたので、この値段でなぜか出せてるだけで、普通は倍ぐらいが多分デフォルト。そうですね、5、本当に6000多円ぐ分らい。そう、半額ぐらいだと思うから、これだけはちょっと言っておかないとなと思って。マジで今回お買い得です。買いましょう。この DVD がじゃあ何なのかっていう話なんですけど、記念品です。本当に。ね、僕いいらね。の歩いてきた思い出を形として、やっぱみんなの手元に残してほしいっていう思いがあり、本当に記念として持っていてくれると嬉しいなと思ってます。これ乗ってくのやつ？乗ってくのライブ？なんて言った？乗ってくのやつ？セグウェイのやつ？セグウェイのやつかな？待って、あ、わかそうんだ。ないよ。セグウェイのやつだよ。そう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 あ。そう。乗ってく。
そうそうそう、乗ってくのやつで、まあまあまあ、ただいまより受付開始で、あのこの後いろいろと告知のツイートをして、あのそこでまとめてツイートするので、そちらをお納めください。よろしくお願いします。アニメイト店頭とアニメイトオンラインで販売します。はい、はい、そしてですね、はい、まあ、こっちが本題ですね。悲しく思いお知らせね。はいそしてはい、はい、まあ、さっきの5周年記念のライブもあり、これまで7年間アフターザレインはあのみんなと共にたくさんの音楽を作り、クロクレストストーリー、またその前の同人活動からね、たくさん時間を共有させていただきました。もう生み出した曲ももう何十100近くの曲かな、もう書いてライブもたくさんしてきましたと、うん、はい行きます、うん、アフターザレイン4年ぶりの有観客ライブをやります。わー、重たく悲しい、4年ぶりの有観客ライブをやります。悲しい話だ。重たく悲しいお知らせ。4年ってすごいよね。重たくね、重たいけど悲しい、くもね、知ってた。まあそうだよね、7年間やってるからね、これ7年間やってきましたからね。でも4年ぶりだぜ。4年ぶり、4年ぶり、そうなんですよ、実は4年間ライブしてませんでした。いや、まあオンラインライブしてたけどね。アフターザレインライブちょっと咳しないでアフターザレインライブ、あれディスコード音入るこれ。アフターザレインライブ2023春音ということで、アフターザレイン4年ぶりのライブをします。やったー。そしてなんと会場は埼玉スーパーアリーナスタジアムモード、4月30日です。でけー、うわー、いやー過去最大らしいですね。はい、6月にマフマフライブを機に活動休止をして、はい、まあ、このままもうライブすることないんじゃないかって思ってたんですけど、ありがたいことにアフターザレインというね大事な居場所をソラさんが与えてくださっていてまたみんなの前に行くことができるんだなと本当に嬉しく思ってます。なんか今日固いな今日固くねえかいや、はい、記者会見してる、はい、記者会見してる。いや、そう、これもですね、前日に浦島坂田戦のライブがあるんですよはい、まあコメントにもあるからね、みんな分かってると思うけど、まあなのでね、ぜひ両日行き方はね、両日よろしくお願いします。はい、そういう人も多いんじゃないかなと。なんかね、実はこのライブに関してなんだけど、もともとはその浦島が賜りを2日間持ってて、でもなんだけど浦島のみんなから自分たちは1日ライブをしようと思うと、で2日目よかったらどうだっていう風に声かけてくれて、でそれがなかったら別に特にここでライブをするっていう予定ではなくて、また別でいろいろ考えてたんですけど、ありがたくそうさせてもらおうかなって、じゃあバトンタッチしようっていうことで4人から相談をしてもらって、ありがたいことに、はい、4月30日埼玉スーパーアリーナスタジアムモード、バカでかい会場でやらせていただきます。でこちらのライブが、指定席で、まあ、7,000円、ちょっと高いんだけど、まあDVD が安いからちょっと勘弁してほしいなっていうところはあって、ちょっと多分1日しかやらないから、もうこれを下回るととんでもないことになってしまうので、ちょっと申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。あとはいろいろいろと経費などいろいろ上がっているらしいです最近何でもね、値上げのご時世なのでね、乗りました。今回なんと有観客で声出しが OK、はい、なんだよね。だから本当にコロナ明けの初めてのライブっていう感じなのかな。そうですね、やっと声出しありのね、マフマフからしても、この後3、4年ぶりだよね、いろいろまとめてツイートします。そしてですね、はい、今回のそのライブ DVD の件と、埼玉スーパーアリーナ公演の件をツイートした後に、20時半、本日アフターザレインから新曲を投稿します。おい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 、そこはためねえのかよ
あ、うん、いや3つ目のお知らせがありまして、すごい悲しいお話なんですけど、すっと言ったな、びっくりした。20時半から20時半に20時半にそこはためないんだほっとしちゃいました、すいません。うん、びっくりした今、俺もあれ言った言ったことにちょっと気づけないぐらいのスッとした感じだったな。はい。